こんばんは。の、いっぱい来てくれた。急な予約あったの、そう、さっき予約入れたばっかり。こんばんは。そう、メス、え？どういうこと？だって珍しく早いってめっちゃ言われる。そう、22時過ぎってメールで言ったけど、もうなんかでも準備できちゃったから始めちゃった。こんにちは。こんばんは。こんばんは、皆さん。ウェーブ、そうです。ちょっと髪の毛も今、何この髪の毛。こんばんは。ちょっとね、本当に、ちょっと本当にね、本当に急に配信しすぎて何を話そうか忘れちゃったよ、本当に。髪の毛くるくるしてるの。今日追加されたよ。うん？どういうこと？寝癖って言われた。ひどい。違います。配信のために巻いたんですよ。なーに舞ちゃん。今日も舞ちゃんがいるんですよ。もう私の配信の画面越しに仁王立ちで、なんかマイメロディーのついた半ズボンに、なんか変な半ズボン履いて、私の方そ見れ、てたんです今までよ。ショールームで触れなかったんだからね。下半身は触れない。下半身がダサいのとか言われたから。ショールームあるあるだよ、下半身がダサいのね。そう、またマイキューいるんだよ。え、竹あかりのこと好きなんてね、ほんと。気がめいるの？気がめいってるらしいですよ、マイキューは。そうなんですよ。今日発表されたと思うんですけど、フラワーフェスティバルですね。私、ドラフト3期生プラス滝野由美子さんでですね、ステージに出ることが決まりました。そうなんですよ。京セラ3部と幕張メッセ5部が追加、今日発表された。え、そうなんですか。ちょっとよく、やつがいるんですよ、目の前に。そう、寂しがり屋なんですよ、舞ちゃんは。去年行った、そう、今年も、今年なんとドラフト生プラス滝野由美子さんでフラワーフェスティバルに出させていただけることになって、本当にありがたいですね。私は広島県民なので、小学生の頃からずっとね、フラワーフェスティバルはもう一大イベントとしてね、絶対に行ってるイベントだったので、そのイベントで STU としてまさかね、出演させてもらえる時が来るなんて思ってもみなくって、本当に嬉しい限りでございます。6人なんですよ。ドラフト生5人プラス、滝野由美子さんっていう、すごくね、レアな。不参加予定だった2日間が追加されたんだよ。そう、なんか、え、そうなのかな、ちょっとよ、握手会追加された、え、そうなの、本当に、え、本当に、待って、本当に、ちょっと怖い、調べてみよう。今ファンの皆さんに教えてもらってびっくりした。
らなかった。え、そうだったの？え、マジです、マジです、わからない。え、わからない。バラありがとう。あ、フラワー見に行きまして、ありがとうございます。連絡不足というか、まあ、基本私たちはファンの方の情報の方が早いので、ファンの方に情報を教えてもらう方がですね、あ、なんか一番早いような気がして、今シュ、ケンジンさん、ハートありがとう。そう、今日ちょっと髪の毛をね、巻いてみるっていう試みです。そうなんですよね、48グループあるあるかもしれないんですけど、鍵閉めてないの。舞ちゃんは割と静かに音立てないように生活してるでしょ今。もういいよ、みんな舞ちゃんいること分かってるから。痩せた、どうなる。でも胃袋なんか最近ちっちゃくなってきてくれてるような気がする、胃袋が。フラワーフェスティバル行く、ありがとう。オーラで分かるよ、映ってないのに。まだ寝てないの？寝ないよ、私たちの夜はこれからだよ。フラワー、フラワーはね、やっぱ広島では多分一番って言っても過言じゃないほどね、大きなイベントなので、人多いと思う。そうやってね、俺が広島に行く予定だったり大阪に行く予定が決まるのね。ありがとう、あーちゃん。そう、最近ね、一緒にいすぎてね、舞ちゃんとね、一緒にいすぎるよね最近ね。舞きゅん眠そうな顔してるよね。フラワーフェスティバルはお話最初に聞いた時に本当にびっくりして、しかもドラさんプラス滝野由美子さんっていうね、もうなんか、でもまだ練習とか一回も合わせたことがないので、滝野さんとその本番までに合わせの練習ができるのかどうかも分からなくて、私たちあのアイポンと私と舞ちゃんは山口公演にも出演させてもらうんですけど、山口公演もあのメンバーさんと合わせて練習したことが一度もなくって、これから先もメンバーさんとこう合わせて練習できるかどうか分からないみたいな、多分できないと思うみたいな感じで先生に言われてるので、正直それがね一番不安なんですよ。何が不安って言われたらね。キヨニーだるまありがとう。そうなんですよ、私広島人だから分かるんですけど、カーネーションステージってねすごく大きなステージなんです。そう、ドラさんメンバーとゆめりんさんっていうね、めちゃくちゃありがたい、ありがたいことに。ほんと滝野由美子さんは何回かあのお話しさせてもらったことあるんですけど、そんなにねあの深くお話しさせてもらったことがないので、この機会にぜひね仲良くなりたいですね。ぜひ、よいさんいいね、ありがとう。ぜひ見に来ていただきたいです、本当に。そして私たち 5月何日からだっけ、5月6日からだっけ、私たちの山口公演、舞ちゃん
5月7日から5月12日はですね、私たちアイポンとマイキューと私で STU48 陸上公演、瀬戸内7県ツアー陸上公演2018 in 山口にですね6日間フルで出演してもらうので、皆さんよかったらね、山口公演の方もよかったらぜひ来ていただきたいと思います。え、7月15日追加されたので申し込みました、ありがとう、本当にありがとう。 48CDD さん、しそさん、だるまいっぱいありがとう、汚いってさ、あなたばありがとう。そうなんですよ、夕方のステージということでね、ちょっとあのフラワーといえばめちゃくちゃ暑いイメージなんですけど、それよりかはちょっと見やすい感じでいられるかなとは思うんですけど、私最近のフラワーフェスティバルは雨が降ってるイメージしかないので、今年は雨が降らないといいなっていう。私結構ね最近雨女っていうことが発症しましてですね、雨が降らなければいいなって思う限りですけどね。ユミリン先生と子供たちが楽しみすぎて仕事中ニヤニヤしてました。うわー言われてるよ、なんかニヤニヤしてるって。まいちゃん今メール届いたって、よかったね間に合って、さっき焦って書いてたもんね。違うの、めっちゃ迷ってたの。語彙力がないから雨降ったら私のせいって言っても過言じゃないくらいね、本当に私は雨女なんですよ。フラワー出るの何回目なんやろうね、私確かに結構昔から出てますね、中学校1年生の時からずっと出てるので。 STU48 として出演させてもらうのはね初めてなので、本当にねこの話をいただいた時は嬉しかった。やっぱり広島といえばフラワーフェスティバルっていうイメージがあるので、広島県民の私からしたら嬉しかったですね、本当にありがたいです。そう雨女なの、でも自分が雨女って信じたくなくって、あの雨女診断みたいなのをやったら 98% 雨女だったから、絶対私が雨女なの。本当に友達とね外に出かけに行く時絶対に雨が降るの、絶対私じゃないと思ってた、絶対友達の方だと思ってたんだけど、間違いなく私でしたね本当に。カーネーションも初めてですね。今朝の関東大雨だったけどポリシャスで関東まで行ってる、私の雨女パワーが。広島は今日雨降ってなかったよね、舞ちゃんとジョギングしたけん今日晴れだったけん。そう 98% やった。うっちゃんハートありがとう。まいちゃんは晴れ女雨女、晴れ雨どちらでもない、どちらでもないそうです。ということで雨男の皆さん、フラワー見に来てね、雨男じゃない晴れ男の皆さんだって間違えた、晴れ男の皆さん見に来てね。しそさんハートありがとう。晴れ男が来てくれないと雨降っちゃうから。俺が行くしかない。絶大な自信じゃないですか。晴れ男なの？そう、去年のフラーフェスティバルが一期生さんがあれです。初お披露目されたんですよね。そこに私たちが今年は出させてもらえるということで、しそさんハートいっぱいありがとう。あ、今日の新聞に載ってたらしい。そうなんや。え、ドラさん、ドラさんね、でもまだ誰が晴れ女か雨女か分かってない。分かってるのは私が雨女なことだけ。
そう、なんか枠種追加されたみたいで、大阪もありがたいです、ありがとうございます。そう、びっくりした、さっきファンの方に聞いて、初めてね、気づくという、初めて気づくという、びっくりした、ありがとうございます、本当によかった、ありがとう、みんなのおかげだよ、本当に。リンジバラありがとう。大阪握手はゆらにオンリーにゃーラブ。アイポンは晴れ女っぽい、わかる気がする。大阪そう追加されたみたいで、よかったです。大阪行く、わー、ありがとう。気づいたら全日程行きますね、私。うん、ラブ。そうですね、これにじゃあプラスしないとですね、大阪もびっくりやー、ショールームで知るというね、びっくりやー。そう、びっくり、本当にびっくり。まいちゃんはまたお風呂買いに来てるの？いや、お風呂じゃないよ、今日は一緒に練習するけん。そう、ゆめりんさんがいるとめちゃくちゃ心強いです。確かに、もう書くところもうないから紙ごと書き換えますね、そろそろ。じゃあ嬉しい書き換えです、本当にびっくりぽんや。はやと、バラありがとう。そう、大阪追加していただけたみたいで嬉しいです、ありがとうございます。びっくりや。ゆまっぽん、ハートありがとう。ハートもバラありがとう。いつの間にかゆらちゃんの握手券が一番多いかも。いひー、やった。強制職場から一駅、え、めちゃくちゃ近いがん、近いがん、近いが、アイポンじゃん。めちゃくちゃアイポンのおかげで最近ガン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 言っちゃう、語尾にガンをつけちゃう。追加されなかったら近いけないとか。うわー、ありがとう、本当によかった。ゆまぽん、ハートありがとう。うん、今日は早く寝るよ、本当に。最近全然ね、夜中まで練習しすぎて、そう、ちょっと逆にね、それは生活に悪いので、今日は早く寝ようねって約束してます。ちょっと大阪もしかありがとう。フラフェスティバル、たくさんの方に見ていただきたいですね。やっぱり広島といえばフラフェスティバルっていうぐらい、私の中でフラフェスティバルは広島のイベントの中でもね、一番好きなイベントなので、すごく嬉しいです。どんだけ訓練ってくらい来て、お願い、本当に逆に嬉しいんだけど。大阪、花粉症でもね、いける。マスクとメガネをして来てください。そう、最近本当に睡眠不足すぎてね、やばいの。明日まいちゃん朝6時から配信するの？じゃあ早く寝ないとだね、まいちゃん。ネガティブマイちゃんになってるから、今マイちゃんがなんかなぜかネガティブになってるけんね、なんでかわからんけど。地団駄踏みたい？やめて。ダメダメ。カズリン、タコー、ありがとう。いつぞなおにが来ました、ラブ。そう、なんかなぜか
地団駄が踏みたいっていきなり言い出した。何が起きてるんでしょうね。本当にいきなり人の部屋に来てね、地団駄踏みたいだって。本当になんてこった、パンナコッタ、パンナコッタ。本当にまいちゃんの朝配信にゆらちゃんも出演したら、じゃあ一緒にしようか、明日はとか言ってね。まいちゃんも夜にはお家に帰りますから。今日はそうそう、さっき磯貝さんの配信見てたよ。まいちゃん、パンナコッタ、なんてこった。誕生日9月なの？まいちゃんは帰りますよ今日。こんばんは、来るの遅くなりました。いいよ、ありがとう。楽しもうね、握手はし。ゆめりんさんも確かに配信してましたね。ヤリンの涙が懐かしい。ショールームでねちょっと泣いちゃったこともあったね、そういえば。夜遅いから危ないから帰るの。泊まってきな、もまいちゃん。泊まってっていいよ、まいちゃん。その代わり朝配信に明かりは出ません。わかりますよ。でも情緒不安定にもなりますよ。ドラフト会議の時に言われましたもん、あの牧野アンナ先生に。アイドルになってやまない方がおかしいからみたいな感じで言われました。やんでないアイドルの方がおかしいからって、アイドルはそういうものだからみたいな感じで言われましたね、アンナ先生に。なに不気味だよ、急に笑って。うわっ。今日 iPhone がねめっちゃ舞ちゃんのねコッペパンを狙ってたの。狙ってたよね今日めちゃくちゃ。そうだよ、それ食べんがみたいな。そう、そのパン食べんがみたいな。食べるんだったら半分食べるけど、まあ、舞ちゃんが食べんのんだったら別にいいけどとか言って、舞ちゃんそんなに食べる気ないのに、結局 iPhone が食べたいがためにね、舞ちゃんも食べる羽目になるっていうね。舞ちゃんのコッペパンは当たり前のように半分食べていきましたよ、 iPhone。なーたん、アイスありがとう。結局あげてたよ、優しいから。まいちゃんはiPhone ね、なんかまいちゃんが食べるんだったら半分食べるけどみたいな言い方して、まいちゃんそんな食べる気なかったのに、結果ねなんかまいちゃんが食べる気半分食べてあげるみたいなノリで iPhone が半分食べてたよ。カズリンタコー、ありがとう。まあそれこそ iPhone だからね。そうそう、ゆらりんもアイスペロン配信しないの？起きちゃうんでしょそれ。私最近あんまりアイス食べてないよ、食べないようにしてて。明日配信しますよ。ヤマポン、だるまありがとう。ひろのりさん、花束ありがとう。iPhone、 私も最初 iPhone って呼ばれてるのかと思ってた、ずっと。でもまあ今日6時間レッスンがあったんですけど、そのレッスンの合間に iPhone がそういうねおとぼけたことをしてくれて。